崎赤星よし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 ということで、はラーメン仰天屋伊勢原店さんでございます。伊勢原市です。神奈川県の。はい。小田急線で南下しまして、伊勢原駅から徒歩2分。あ、近いですね。なぜ行ったのかと言いますと、もともと仰天ラーメンというお店だったんですが、うん、現在仰天屋というお店になっておりまして、はい。ですね、海老名に移転した旧厚木総本店を除いたら最も古い仰天屋さんということで、あ、仰天屋に注目してたんですね。そうなんですよ。一番古いところに一回行ってみたかったんですよね。あ、そうなんですね。はい。ということでね、基本メニューは家系二郎系を、まあ、2種類しっかりと携えている。ダブル看板というか、そうっす、 50%50%、はい、でしっかりやってるお店でして、うん、インスパイア系である方の義郎というのがございまして、義郎です、うん、それの濃厚版、濃厚義郎というのを選んでおります。品数多いしね。品数多いし、うん、こちらです。大盛りの太麺、固め、ニンニク増しの、増し増しか、油多め、味濃いめ、野菜増しの豚一枚、家系っぽいお好みだが二郎系ゴルカドなんですけども、うん、あの学生サービスのね、うん、3種類の中から2個選べる中に野菜増しが入っていて、あれ学生証なくてもいけた、まあ、もともと、まあ、さらに増せるのか、あ、増し増しが野菜もできるよみたいなのか、ね、そのあたりはね、店員さんにちょっとちゃんと聞いてみてくださいという。なるほど、気になりますね、これはね。気になります、うん、へい。ということで、豚からいっちゃいましょうか。1枚追加してますんで、ほんのり香ばしさを感じるバラ肉ということで、いや、分厚いですね、厚めだね、これね、なんか濃密な感じがして、しかもこれ美味しそう。食感がもうミルフィーユみたいにこうズグググググっていく感じなんですよ。ズグググっすか、ズグググググっていく感じ、層ができてて、そうあ、なるほど、美味しそう。さあ、続けてね、野菜もいっちゃいますけども、湯気が立ってて、こう野菜の上にこう油がね、モワットタイプで乗ってますんで、モワットタイプ、だからあの細かいタイプの IQ サプリみたいな出してるいや、モヤっとね、モヤっとタイプね、うん、で続けてどんどんスープもね、いっちゃいますけども、濃厚義郎ということだったんですが、うん、意外と、そんなにしょっぱすぎず飲みやすいということでね、なんか透き通ってて、そう、うん、まあ、あの普通の義郎よりは結構濃いんじゃないかということですね。うん、なるほど、はい。ただですね、お前の方か、この野菜の量普通盛りなんだけども、どすごいということで、学生で言ったらヤバかったか、ヤバかったっすよ、うん、はい。キッコーマンいつでも新鮮絞りたて生醤油が、いや、これは飲まなくていいでしょう、ね、これはね、やっぱ加減しないで、わかるでしょ、どうなのかな、3と、いや、まあ3です、通常というか通常ですね、お醤油を野菜にかけているだけでございますけども、うん、お醤油野菜がまあうまいですね。いや、まあまあ安定の醤油、さあどんどんいきましょう。麺ですね、注目したいのは、なんと大盛りにすると茹で前 600g ということで、重いね。これ何がすごいって、うん、600って言ったら、あの京都二郎の大盛りより 100g 多いからね。まあ京都基準に、これあの相当多いってことですね。プロ向けと言われた京都二郎のさらに上ということで、プロ、うん、600って言われて、あ、大丈夫ですって軽く言ったんだけど、そんなことなくないみたいな、思い返してみたら、思い返してみたら、マジで、あ、いけると思って、でも意外とどんどん食っていきますね。ほうほう、小麦感の強い麺、そこになんともう見るだけで息がもうニンニク臭になっちゃう、ニンニクが出てきました。なんか凶暴そうな、凶暴なニンニクですよ、これ本当に。刻み具合がすごいですよ。多かったでしょ、うん、量もね、うん、2回も刺しちゃってね、刺しちゃって、2回も刺しちゃって、ただ辛さ、粒さ意外と平均的ね。あ、そうなんですね。で、うん、ただ麺がもうもうすごい引き立ってる、うん、もうすするのにもね、握力とセンス必要かもしれない。もうセンス必要なんですか、センス必要だわ、うん、もう引き出しにね、おっとっと、でごまです。あ、ごまね、ごまごま、うん、麺そのものがね、まあ、どんどん強いって言ってるんで、うん、もう一口一口でね、こういった味変をしていかないと、あ、まあまあいろいろ楽しめるっていう、そうそう、完食までにちょっとねすごい苦労しちゃうかもしれない、うん、ございます。600っすからね、やっぱね、うん、あ、持ってくるっすね、ちょ、モザイク、なんすか、かかっちゃう、モザイク、はい、どういうことですか、ね、激レアアイテムですこれ、うん、これ見たことない、この缶のなんかレトロな感じ、うん、どうするこれ使うか、いや、まあ、使うでしょう、ガンガンいく、ガンガンいっちゃうんじゃない、だからそれなりに、それなりにいく、あ、それなりなのガンガンいきそうだったけど、ガンガンはちょっとおっかなびっくり、おっかなびっくり、おっかなびっくりになっちゃって、手が映ってるのが気持ち悪かったよ、ね、いや、ちょっとこれは僕の編集のあの未熟さを表しておりますけども手が残ってるのが、あのドラクエに窓ハンドっていうのがいるから、それをちょっとイメージします。あ、そうだったのね、モチーフがあったのね、ブラックペッパーとね、ホワイトペッパーが、あ、ミックスされてて、多分ブレンドされてる胡椒、はい、ちょっと普通より濃い
いい感じがします、ね、ああそうなんですよ、特徴的な SB 胡椒より、うん、そう何か風味が噛んで閉じ込められてるのかもしれない、そういう問題だよ、もともとの製造の問題だって。そしてまたハテナ、餃子ニンニクとか、あやっぱ家系もいてるから、あそうでも餃子ニンニク自体ね珍しいと思うからね、なかなかね見ないっすよ ね家系以外では。うん、うん、あの餃子ニンニクってね、うん、葉っぱで肉巻いて食べる料理があるらしいよ、ね、あそうなんだ、もう餃子ニンニクの醤油漬けみたいな、はいはいはい、それぐらい美味しい、まあ薬味なんですね、めっちゃ餃子ニンニクに特化した餃子ニンニクの情報を入れていきますか。あまた何か食った、うん、あこれお酢だったんですね、あまあお酢だろうね、お酢だな、うん、これはじゃあ何かってこれね、これはレモン汁とかじゃないですか、俺は。レモン汁、いや俺はサラダ油。サラダ油飲まないで、じゃあ。決死の覚悟で。やばいでしょ。お酢だったんですね。二つあるの、お酢が。お酢が二つあるということで。個人的にはね、飲み物なんで、もう、お酢は。いやいや、かけてないじゃん、もう。いや、飲んで終わってるじゃん。よくわかったね。よくわかった。いやいや、飲んで終わってるじゃん。なんだったの、一体。いや、やっぱり、あの、胃の油を、ちょっとこう、中和したいんで。いや、胃の油にサラダ油だと思ったものを入れた。入れようとしたけど。まあね、あ、90.6、あ、高い、90ってこれ京都二郎と全く同じ点数です。あ、そうだったのね。ただ全体にあの森とかがあのバランスよくなってるんで、うん、あの麺は多いけど野菜量があの京都よりも少なかったです。あ、じゃあ伊勢原は京都と同じだと、同じぐらいです。なるほど、はい、まあというわけでね、皆さんも小田急線ご利用の際はぜひご利用くださいませ。ということで、はい、グッツァンでした。はい、you